はい、今回紹介させていただく人物がですね、斉藤義達ですね。はい、まあ、あの義達もね、結構あの名前変わっていたりするんですが、ここではですね、まあ、義達で統一していこうかと思います。まあ、早速いきましょう。まあ、斉藤義達はですね、斉藤道さんの長男として生まれました。で、母親が道さんの側室の三好のだったんですよね。で、ちょっと飛ぶんですが、まあ、弘治元年1555年ですね、弟たちをいきなり殺害すると、翌年には道さんとも戦闘状態に入り、長良川の戦いで打ち果たします。はい、道さんを殺すんですよね。で、代わってですね、まあ、道さんに代わって義達が美濃を支配することになるんですけれども、まあ、道さんはですね、美濃をですね、信長に譲るっていうね、遺言状を残していたともされて、まあ、最後まで道さんは義達を認めようとしなかったっていうふうに解釈されている時も場合もあるみたいですね。まあ、この遺言状に関しては複数の資料があるらしくて、例えばその弘農記などにも記されているみたいですね。はい。で、その後ですね、まあ、その美濃を支配することになった義達は織田信長ともたびたび争うことになるんですよね。まあ、新潮後期によれば義達は信長の暗殺も図っていたとされ、その際にはですね、火縄銃を装備した兵士に狙撃させたと言われているんですよ。まあ、この事件が要はその日本初の狙撃として記録に残されているっていうことが、まあ、言われてます。だからね、その大河ドラマ麒麟が来るでもですね、何かとその火縄銃がピックアップされているんで、このね、狙撃事件っていうのはドラマの中に入ってくる可能性もあるんじゃないかな。ちょっと先どういった話のストーリーか分かってないんですけども、うん、可能性は十分にあるんじゃないかなと思いますね。ただですね、まあ、そんな義達なんですが、永禄4年1561年に急死してしまうんですよね。まあ、享年35歳とも言われています。まあ、結構若くして亡くなったんですよ。で、また死因に関しては諸説あって、まあ、ハンセン氏病を患っていて、それが原因で亡くなったとする説や、あと、まあ、原因不明の奇病にかかったことで、まあ、妻と子とともに亡くなったという説もあるみたいですね。まあ、子供といっても、まあ、全滅ということでもなくて、ちゃんとあの、ね、辰沖が後を継いでいるんですけれども、あとその義達はですね、まあ、約197センチの大男であったともされているということで、これはちょっと本当かどうかは何とも言えないんですが、そんなようなその記述がですね、三代の国、書家系譜の資料に書かれていたみたいですね。実際の身長は何とも言えないんですけど、結構大柄だったのかもしれないですね。で、次にですね、その義達がなんでその道さんを殺すことになったのかっていうことについてね、ちょっとポイントを交えながらね、お話ししていこうかと思います。まあ、その要は親子の争いっていうのは戦国時代とかね、他の時代でもね、多く例があるんですが、義達と道さんの場合はどうだったのかってことですよね。まず一つ目なんですが、そもそも義達は道さんの子じゃなかったんじゃないのかっていうことですね。だから一説にはその三好のは時頼宣の愛称、愛人ですね、愛称で、後に道さんの側室になったため、道さんは義達が頼宣の子ではないかと疑心暗鬼であったことが2人の確執の原因になったという説も、まあ、あるようですね。ただこれに関しては実は何とも言えなくて、そもそもその三好のが頼宣のね、愛称だったことも分からないんですよね、実際は。っていうのも、そういった内容が書かれている資料がですね、江戸時代に編纂された、美濃の国所有記っていうものにしか記されていないんですよ。だから、まあ、そこしか書かれてないんで、本当かどうかって、そもそも三好のも結構、なんていうのかな、不明な点が多いんで、この辺は何とも言えないですよね。はい。逆にその六角上帝上昇っていう資料の中では、まあ、義達っていうのは道さんの息子みたいなことは書かれているらしいんですが、まあ、その点についてもね、実際はちょっと、判断はちょっとできないかなとは思います。
で次にですね、まあ、道さんはですね次男や三男の方を溺愛していたってことですね。これはまあ新潮後期にも書かれているみたいで、道さんは義達よりも弟の孫四郎や喜平次郎をまあ溺愛したっていうことが書かれているみたいです。だからまああとですね、これも冒頭でも言ったように義達は弟たちを後に殺害しているんですよね。で一方でその道さんはですね、その義達を拝着して正室の子孫四郎を嫡子にしようとした動きもあったとされ、まあ、それに対して義達が行動を起こしたとも考えられるんですよね。はい、まあ、その要はその道さんがその弟たちを溺愛したからこの野郎と思って殺したっていうふうには言えないかもしれないんだけど、原因の一つにはなっているかもしれないですね、これについては。でもう一つ、次はですね、旧時家家臣団の不満爆発っていうことですね。はい、これはですね、まあ、要は道さんってそもそもその、まあ、どんどんのし上がっていって斎藤家も乗っ取って、ついにはそのね、美濃の国の守護を務めていた時家も追放して自身が、美濃の国を支配したっていう、そういう経緯があるんで、そういった経緯や、あと、まあ、そのこれはちょっと何とも言えない部分があるんですけど、一説には国内政治をあんまり顧みないっていう風に解釈されている方も、あの先生方もいらっしゃるようで、そういったことに対して道さんが不満を持ってですね、その道さんとね、確執のあった義達を擁して、今のね、旧時家家臣団が起こした強制的な党首交代とする説もあるみたいですね。こういった説を主張されている方として、まあ勝俣静雄氏などがいらっしゃるようですね。はい、だからまあその美濃の国も内乱が結構多かったようなので、そういった事情や、その道さんと義達の不仲が絡み合って起こされたものだったのかもしれないですね。結局その旧時氏の勢力のほとんどが義達に味方をしていたことから、そのまあ義達自身も道さんのことをよく思ってなかったのかもしれないんだけど、それよりもやっぱりそのね、その美濃の国全部を巻き込んでね、やっぱ道さんはちょっとなみたいな感じで、あの義達と取っ換えようみたいな、 その動きとともに義達が道さんを打ち滅ぼしたっていう風なのかもしれないですね。この辺はまだ何とも言えないですけどね。ちなみに長良川の戦いではですね、まあ、道さん率いる兵が2500で、義達率いる兵が17500っていうか、圧倒的にもう義達の方のが支持されていたみたいなんですよね。はい、で次に、まあ、義達の評価についてなんですが、まあ、その、道さんはね、なんか義達のことを無能みたいに評していたとも伝えられるんですが、まあ、義達が存命の時は、その信長は結局ね、美濃を併合することができなかったことから、名将として非常に、評価がね、高いっていう傾向がありますね。はい、内政に関しても一応長年ね、美濃の国内乱が起きていたんですが、その内乱で混乱した所領問題を処理するなどして戦国大名としての基礎を築いたともされているようです。でまたですね、その義達は後に一色姓を名乗っているんですよ。一色を名乗っていたんですよ。これはなんかその、まあ、もともと斎藤家自体が美濃の国守護代の家柄なんですよね。で、その上にその美濃の守護を務めていた時家があるんですが、その時家よりも格が高いとされていたらしいんですよ、その一色っていうのは。だからこの一色姓を名乗ることによって、まあね、自分一応父親を殺して、美濃の国を支配しているんで、まあ、自己の正当性を主張するとともに、内乱に明け暮れた美濃の国を一つにまとめようとしたんじゃないかともされているようです。はい、ね、そんな、まあ、義達はですね、麒麟が来るでももちろん登場しているんですよね。まあ、伊藤英明さんが演じられていますね。まあ、ちょっと出番あんま多くないかなっていうのは思うんですが、前半のメインキャラの一人ではあると思うんでね、今後まあちょっとね、活躍ちょっと期待したいですね。ちなみに自分ね、斎藤義達すごい好きなんですよね。あの、シンプルな理由で、単純に自分、中日ドラゴンズのファンなんですけども、義達の達が龍だってそれだけの話なんです。
ですけどね。だから信長の野望でもね、あの結構あの斎藤道三義達使ってましたね。ただ義達はねちょっとねあのすぐ亡くなっちゃうんですよ、昔の信長の野望ですけどね。まあちょっと話を戻すとですね、あのまあだから活躍期待してるんですが、やっぱ一番の見どころはですね、その道三を殺すことになる長良川の戦いあたりですかね。あとどこまで描かれるかはわからないんですが、信長との戦いもちょっとねあの気になりますね。さっきも言ったようにその狙撃事件もやるのかどうかちょっと楽しみなところです。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。